조선 민주주의 민공화국 백무기 연구소 상명 대륙간 탄도표 장착용 중소탄 시험에서 완전 상명. 我が党は12月2日に、罰則付きの特措法改正を出しております。で、これについてはですね、刑事罰を科すのはどうなのかというような議論もありますが、ただ現在の特措法の76条にもですね、その民間企業に対して食料とか医薬品を、まあ、ある種その売り渡せということを命じたときに、それに違反したときには同じ6ヶ月未満の懲役と30万以下の罰金が科せられるということがありますので、まあ、同じ法律の中で一つの整合性を取るという観点からそういった、まあ、あの罰則を提案しましたけれども、ただ大事なことはですね、与野党でしっかりまあ合意をして、実効性のあるものを作るということですから、仮にまあ与野党で刑事罰で、行くんだということで合意するのであればですね、我が党としても、これ、もう柔軟に修正に応じますし、あの刑事罰で実効性を担保するということであれば、我が党としても刑事罰で進めたいというふうに思います。ここはですから、明日にももう一回政府野党連絡協議会があると思いますので、私は、まあ、我々としては、まあ、刑事罰まで含めたものが必要だという立場で来ましたけれども、まあ、最終的には与野党で合意して、実効的なものが決まるのであれば、それに従いたいと。朝鮮民主主義民共和国핵무기 연구소 상명 대륙간 탄도표 장착용 중소탄 시험에서 완전 상명 조선노동당 조선민주주의민공화국 핵무기 연구소 상명 대륙간 탄도표 장착용 중소탄 시험에서 완전 상명 조선노동당 조선민주주의인민공화국 핵무기연구소 상명